反応 FM サワラビラジオ本日は夏休み特別企画反応 FM プレゼンツ敵パキオのサワラビ都市伝説について始めていきたいと思いますまあ本日話すことというのはみんなも気づいているかもしれないけれども闇の組織が意図的に起こしている事件や事故これを見破る方法について話していきたいと思うんだよね ななぜここのようなことをしていくか。闇の組織というのは人口の削減や大衆コントロールをしていき世界を支配するそれを目的としているんだよねそして闇の組織が実際に意図的に起こしている事件や事故っていうのは悪魔の数字つまりは 6+6+618 という数字が出てくるんだよね その例題をいくつか挙げていくとと,ともに今日は一番の目玉昨今日本で流行っているタピオカミルクティーについて話したいと思いますまずこの日本2019年最も大きな話題と一つとなったのは言語発表この言語発表についても闇の組織が関わっているんだよねどういうことかというと この言語というのは例は、この言語が発表されたのが2019年4月1日。この数字をすべて足してみる。そうすると、2たす、1たす、9たす、4たす、1。つまり、17という数字が出てくるんだよね。18じゃないじゃないかと、最初は思ってしまう。これは一般人の 陥りやすい大きなミスどういうことか発表したのは誰かっていうところを思い出す発表したのは菅官房長官ただ一人つまりは17という先ほど出た数字に菅官房長官たった一人という1を入れるそうすると18つまり悪魔の数字666が出てくるんだよね そしてこれだけでは終わらない闇の組織が起こしているフェイクな事件事故これのもう一つが最近有名となっている話題となっているのは某お笑い事務所の事件闇営業だよねこの闇営業の一連の事件不自然だとは思いませんかなぜかというとちょうど総選挙 が起こるる直前から話題となっているつまり総選挙への意識をそちらのエンターテインメント性の高いお笑い事務所が起こした事件の方に集中させて総選挙の方に国民の意識をそがれさせるこれがやり方なんだよね闇の組織のやり方なぜ僕がこれに気づいたか5年前の事件をいきなり 今、掘り起こす。さらには複数のお笑い芸人が関わっているのにもかかわらずたった2人のお笑い芸人しか謝罪会見をさせていないこれは明らかに不自然さあその2人の名前よく考えてみよう1人目の某お笑い芸人の名前を次数を全て足すと8そしてもう1人の芸人の名前これが もう気づいたよね6つまり 8+614 という数字が出てくるさらにこの14という数字に4を足すと18悪魔の数字666が出てくるんだよねもう気づいているよねこうやって18という数字が隠されている そしててそれれにいいいいい。ち早く気づいていかなければいけなけけばう選挙自体も仕組まれているのかもしれないそういうことに気づいていかなければいけないんだよねさらにこれが一番言いたかった今なぜか必要以上に不自然と言ってもいいぐらいに流行っているタピオカミルクティーなぜタピオカミルクティーがこれほど流行っているか第二次タピオカミルクティーブームとも言われている昨今 コンビニなどでも以前から普通に売られていたにもかかわらずなぜ今ブームになっているのかこれに気づかなければいけないいけないんだよねいけないんだよねなんでちゃんと考えてみようタピオカミルクティーどうやって飲むかミルクティーの中に入った黒いでんぷんの塊をストローで吸い上げるもうわかるよね というか、言われなくても気づかなければいけない都市伝説その域をもう超えているんだよねしっかりと国民一人一人が意識を持って自分の心で感じ取っていかなければいけないではどういうことか今回は特別にお答えするけれども「タピオカミルクティー」ミルクの中のでんぷんの塊を吸い上げる18 666悪魔の数字666もう出てるんだよねこうやって行動の方にも確認をしていかなければいけないこうやって闇の組織が仕組んでいく数々の罠にはまらないように一人一人が意識を持って生きていかなければいけない信じるも信じないもあなた次第